朝霧は日本海軍の駆逐艦。吹雪型駆逐艦の13番艦。霧級に属する。この名を持つ日本海軍の艦船としては、春雨型駆逐艦、朝霧に続いて2隻目。駆逐艦朝霧は日本海軍が佐世保海軍交渉で建造した吹雪型駆逐艦で1930年6月末に竣工した。同年12月。 新編の第8駆逐隊に所属した。1939年11月1日、従来の第8駆逐隊は第20駆逐隊に改称した。太平洋戦争開戦時、引き続き霧級4隻で第20駆逐隊を編成し、第3水雷戦隊に所属した。3水船はマレー部隊として南方作戦に伴うマレー作戦や乱ン作戦に従事した。 2月中旬には、軽巡洋艦由ら等と共に連合軍商船や、商艦艇を総投した。海戦から間もなく、第20区逐隊は下切りを喪失、大艦として1942年3月10日付で、吹雪型駆逐艦薄雲が、第20区逐隊に編入された。定数4隻となった第20区逐隊は、3月下旬から4月上旬に、 かけてのアンダマンニコバル諸島攻略作戦、ベンガル湾機動作戦、6月のミッドウェイ作戦、7月下旬の B 作戦に従事した。8月上旬以降のガダルカナル島攻防戦に伴い、第3水雷戦隊は、日本陸軍川口支隊の輸送船2隻を護衛し、川口支隊をガダルカナル島へ輸送することになった。8月24日、トラック白地を出撃して、 ガダルカナル島へ向け進撃中、上級部隊の命令変更により、第20区隊だけで、ガダルカナル島へ向かうことになった。8月28日、朝霧は、三体サベル島付近で米軍の SBD ドウントレス急降下爆撃機による空襲を受けて沈没した。同時に空襲を受けた、夕霧と白雲も大破する。第20区隊の建材館は、 天霧のみとなり、10月1日付で解体された。歌唱官名は、第47号駆逐艦。1928年9月11日、天霧と朝霧は吹雪型駆逐艦に類別される。同年12月12日、朝霧は、佐世保海軍交渉で寄港。1929年11月18日、浸水。 1930年3月7日、佐世保海軍交渉内の朝霧偽装員事務所は事務を開始する。6月23日、朝霧偽装員事務所を撤去する。6月30日、春行。同年12月1日、日本海軍は天霧と朝霧で第8区逐隊を新編した。12月3日、舞鶴海軍交渉で姉妹艦。 夕霧が竣工同日付で、第八駆逐隊に編入された。司令駆逐艦は甘霧であった。第二水雷戦隊所属。1931年1月末、浦賀選挙で姉妹艦、佐霧りが竣工し、31日付で、第八駆逐隊に編入された。八×は霧急四隻を揃えた。1932年、 第一次上海事変において、超高水域の作戦に参加。5月19日、サギリは、新編の第10駆逐隊に転出した。第8駆逐隊は、霧球三隻で行動することになった。日中戦争に際しては1937年以降、上海、甲州湾上陸作戦、北部仏印新中に参加。1939年11月1日、 日本海軍は駆逐隊の名称を変更する。浅潮型駆逐艦4隻で編成されていた第25駆逐隊を第8駆逐隊と改名する。吹雪型霧球3隻の第8駆逐隊は第20駆逐隊に改称した。1940年5月1日、日本海軍は第1艦隊機下に第3水雷戦隊を新編した。編成当初の三水戦は、 川内が武井巡洋艦川内第十二駆逐隊第二十駆逐隊である。8月1日、サギリが第二十駆逐隊に編入され、胴体は吹雪型、霧球四隻となった。同年9月、第三水雷戦隊は北部仏印真中に伴う陸軍輸送船団護衛任務に従事した。太平洋戦争開戦時第三水雷戦隊は、 小沢寺三サブロ中将が指揮するマレー部隊に所属し、他部隊からの編入部隊と共に南方作戦におけるマレー作戦に従事した。12月24日、ボルネオ島方面作戦に従事していた姉妹艦サギリがオランダ海軍潜水艦系ザビに撃沈された。第29地区隊はキリキュ山積となった。1942年1月24日、 第3水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将指揮下の輸送部隊は、マレー半島シンゴラを出撃、エンダウに向かった。輸送船2隻を護衛部隊で護衛する。26日にエンドウに到着したところ、イギリス軍機による空襲により輸送船に若干の被害があった。1月27日未明、連合軍駆逐艦、サネット及びバンパイアがエンダウに到着。 白地に停泊中の日本軍輸送船団を襲撃した。第三水雷戦隊の反撃により、サネットは沈没、バンパイアは損傷して戦場から被退した。2月上旬、第38次第がスマトラ島パレンバンを攻略することになり、バキタル部隊は陸軍輸送船団の護衛を行った。同時期、マレー半島では日本陸軍がシンガポールに迫り、連合軍艦船は、 同地から南方への脱出を開始する。マレー部隊各艦は輸送船団後へと並行して連合軍艦船の補足に努めた。2月13日、吹雪と朝霧は特設不設艦一隻と商船一隻の撃沈を報じた。2月14日午前8時、護衛大使機関は護衛部隊の部署を変更し、市川内旧大十一駆逐隊。 1> 第1小隊派輸送船隊に合同す。2、ユラ、アサギリ、フブキ艦長式の下に本海面を、危機器行動的艦船の攻撃に忍じ輸送船隊なんか、するにジュのが北方を警戒する軸行動せよ。3、フブキハ1800輸送船隊に合同せよと、命じた。ユラ艦長、ミ好シテルヒコ大佐の指揮下三隻は、バンカ島とマスマトラ島間のう徳白地で、 紹介と相当任務に従事する。同日夜、三隻は日本陸軍小規模船団を攻撃していたイギリス軍特設総海艇を発見し、共同で撃沈した。翌15日、ユラは朝霧を率いて文徳白地を紹介し、イギリス小船一隻と特設総海艇を撃沈した。同15日、日本軍輸送船団を攻撃するため、 カレルドールマン提督指揮下のアブダ艦隊がガスパル海峡を北上してきた。だが、アブダ艦隊は空母流上の攻撃隊と基地航空部隊の空襲により撃退され、ジャワ島、バタビアに向け反転したため、水上艦同士の海戦には至らなかった。その後、ユラとアサギリはダ艦と共に文徳白地周辺の警戒任務に従事した。16日 ユラとアサギリはイギリス軍法廷を捕獲した。17日、南方部隊はマレー作戦終了に伴い兵力区分の変更を発令。バキタル部隊の一部部隊は21日付でライン部隊に転じた。同年3月10日、日本海軍は第12駆逐隊を解体し、同駆逐隊所属だった駆逐艦白軍を第20駆逐隊に編入した。 第20区畜隊は吹雪型4隻となり、引き続き、マレー部隊として、機餓各部隊、各艦と共に、北部スマトラ攻略作戦、アンダマン諸島攻略作戦と、ビルマ攻略作戦、ベンガル湾機動作戦などに従事した。4月初旬、ナグモ機動部隊の正論島攻撃に作動し、小沢中将指揮下のマレー部隊機動部隊は、ベンガル湾で、通称破壊作戦を実施した。 第20区隊4隻は中央隊、北方隊、南方隊に区分されて行動した。作戦実施直前の4月3日064号、南アンダマン島のポートブレアに停泊していた、機動部隊警戒部隊に対し連合軍爆撃機が空襲を敢行。夕霧は資金弾で若干の損傷を受けた。翌日以降、マレー部隊機動部隊はベンガル湾に進出し、 4月6日の作戦で大きな戦果を上げた。中央隊のユラ、リュウジョウ、ユウギリは艦砲射撃により小船3隻を撃沈している。アサギリとユウギリはユラによる小船撃沈を支援した。作戦後、機動部対角艦は燃料補給を行いつつベンガル湾を離れ4月11日シンガポールに帰島した。同地到着前日の10日。 連合艦隊は、第2弾作戦第1騎兵力部署を発動し、第3水雷戦隊は主体に編入された。朝霧や夕霧と共に行動していた由良は、第4水雷戦隊機関に転じた。南方作戦が一段落すると、マレー部隊に編入されていた各部隊、各艦は内地に帰島した。5月下旬より、第3水雷戦隊は、ミッドウェイ作戦に従事した。 第2地区隊を含め、三水戦は、連合艦隊司令長官山本五十六、大象直卒の主力部隊に所属する5月29日、朝、主力部隊は、葛島白地を出撃した。第2地区隊は、第1艦隊司令長官、高須指郎中将指揮下の警戒部隊に区分されており、6月4日0500、に、 山本長官直卒の主力部隊主体と分離した。海戦に敗北した後内地に戻った三水戦は、6月下旬より、天マ大島方面で、対戦相当に従事した。7月下旬、第三水雷戦隊は、インド洋方面通商破壊を主目的とする、B 作戦に従事するため、マレー半島西岸メルギーに進出した。B 作戦参加部隊の兵力部署において、 第20駆逐隊は三水戦司令官指揮下の機動部隊、北方隊に所属していた。8月7日、ガダルカナル島攻防戦の開始に伴い、B 作戦は中止される。B 作戦参加部隊は、とりあえず第7戦隊司令官、西村昌司少将の指揮下で、ダバオ開港を命じられた。第20駆逐隊は、マカッサルとダバを経由して、8月23日までに、 トラック白地に進出した。8月24日から25日にかけての第2次、ソロモン海戦の敗北に伴い、日本海軍は警戒艦,艦艇による急速輸送作戦を開始する。ガダルカナル島に向け南下中だった第3、水雷戦隊は予定を変更し、川口死体将兵のうち、約600名が洋上で、第20区隊に異常、ガトウに向かった。 ショートランド白地から出撃した第24駆逐隊、村上信幸女子霊式下の駆逐艦3隻との合同を予定して行動中の8月28日午後、第20駆逐隊は、山体サベル島東方海域で、ガトーヘンダーソン飛行場から飛来した SBD ドーントレス急降下爆撃機の空襲を受ける。朝霧は、沈没、夕霧と、白雲が、大破。 第一次ネズミ輸送作戦は完全に失敗した。飛来した、米軍急降下爆撃機 SB リードントレスは十数機であった。城切駆逐艦長の報告によれば、襲撃地点は、南位08度13分統計160度07分、南位8.217度統計160.117度、マイナス8.217160.117。 日没5分前頃、朝霧に爆弾2発が命中した。1発目は艦室で爆発して大火災となり、2発目は全部魚雷発射艦に命中する。魚雷の誘爆により朝霧は合沈した。生存者は艦長以下8名、下詞艦兵128名。戦死した朝霧機艦長は、自重部艦長、栄一郎大佐の議定であった。 朝霧沈没に伴う川口死体の被害は、戦死62名、重軽傷5名、大隊砲2門と弾薬喪失、生存者87名。10月1日、朝霧は吹雪型駆逐艦、帝国駆逐艦席のそれぞれから除かれた。同日付で、第20駆逐隊も解体された。艦長たちの軍艦誌278から279ページ、日本海軍誌。 第9巻、第10巻の召喚履歴によるありがとうございます。